そこで私がひむぺき兄さんにリクエストしたいのは、うん、そんな26時間ラジオにふさわしい、うん、鉄の絆で結ばれているバナナマンおぎやはぎの思い出ソングです。おぎやはぎが泣いてしまうようなマジなひむぺきソングをよろしくお願いいたします。泣きたい時間帯ではあるよね。泣きそうでしょ。オラスだからね。昨日もやりましたけどね、なかなかこう、まあね、昨日も泣きましたけど、いや、あれは指つかまされないけど。いや、どんどん指つかまされない。2人とも手で目をこう拭って、そうそうそう。下に人差し指入れてるんだから。まあ今回はですね、ということで、まあ、もう作りました、曲を。おぉ、はい。曲を作った。もうね、いつもはね、ちょっとあり曲をいろいろこう、まあやるんですけど、今回はね、もう、まあやはりスペシャルなんで、作ろうということで。これね、この26時間の間に、あら、ギター、うん、わー、大変だね。え、でね、あれ歌詞僕言った、はいはい、これね、歌詞もある。これ本格的なんか、今日すごいんだね。作ってみようということでね、オリジナルソングと、そういうことですね。まあ、バナナマンとおぎやはぎはもう出会ってもう15年ぐらい経つんですね。15年そんな経ってんの。経つね。経つだろうね。そう。でまあ芸歴で言うとおぎやはぎの方がまあ我々はちょっと後輩なんですけども、うん、はい、そうそう、まあでも言ってもね、若手の頃からずっと一緒にこうやってきて、宇田川フリーコースターズなんてユニットも組んだりして、一緒にライブをやったり、で番組もして、旅行なんかも一緒に行くぐらい、この4人は仲良くやってきたわけでございますけども、そんなまあ我々バナナマンとおぎやはぎの思い出ソングということで、今回はもうマジでちょっとおぎやはぎを泣かす雰囲気出しますから、いやもう本当に楽しみだな。本当にちょっと心をちょっと開いて聞いていただきたいね。開けばいいのね。俺は閉じたままで。北田さんも懐かしんでいただいて泣いて結構です。なるほど。じゃあちょい開けでいい。いやもうガバガバでいいの。本当ガバでいいのね。ガバでガバの方で心の扉をね。はい。では行きたいと思います。おぎやはぎに捧げる歌、黒くてニヤニヤとキモい二人だったな。お前らは本当だぞ。後輩のくせにタメ口聞きやがって。本当バカ野郎な後輩だ。お前たち二人は。だから面倒を見てやろうと思ったんだ。なんでコンビ二人でメガネかけてるんだ。お前らはキャラかぶってんだよ。基本とか分かってねえのかよ。キャラ分けない。ほんとバカ野郎な後輩だ。お前たち二人は。だから売れるかもなと思ったんだ。外車乗ってゴルフして西麻布で女抱いて、偉い人と知り合いで外国で女抱いて、どうひいき目に見たって立ちの悪いポンコツ芸人、この先も面倒見てやるから。だから俺がダメになったら仕事招待。仕事招待。仕事女招待。だからとにかく女ちょうだい。いや、どう？結果から言うと泣いてはいない。聞こえた？聞こえたよね。ずっと笑ってたよね。いや、いいよ。なんかところどころいいよ。だから確かに一番、なんだろうな。涙の中で一番いい、笑いながら泣いちゃうってあるじゃん。なんか感動、笑ってんだけど感動しちゃうみたいな。そういった詩ではあったよね。そうでしょ。よかったと思うよ。本当におぎやはぎってこういう人たちだったし。
生意気だったし。なんかすげえ日村さんは割と先輩だっていう気持ちがあったのね。そんなに最初からなかった気がしたんだ。うん、なんか俺もそう思ったんだけど。いや、そうだそうよ。意外とこういうふうに思ってたんだって俺は思った。だから面倒見てやろうと思ったって感じで。そうそうそう。これね、面倒だよ。だからやっぱこいつが面白いなと思ったからさ。こいつだ。先輩先輩だ。まあ先輩だから、すごい先輩なんだよね。ということで今日はもう、作っちゃったってことね。今回はちょっとスペシャルでした。いい歌だね。